先ほど言った岳山です。電波塔確認。まだ干潮になってませんね。遊具があります。海岸を歩いてみましょう。お、小山に上がったらよく見えます。大きな蔵です。この石畳すごいですね。まだまだ周防大島続きてます。あれが大宮山でしょうね。海の水、堤防があります。入ってみましょう。砂浜、魚いないかな。なんか橋みたいです。波で揺らめいていますよ。岳山の方、明るい石ですね。木くずなどがあります。日が差すと明るい道です。お、いいですね。明るいですよ。道の駅、岩が崩れて石になります。砂浜、船着き場の杭だったんでしょうね。日が出ているうちに見ましょう。やはり道がないです。今は13時12分。今日の満潮は12時38分。だから今は満潮です。こんなに水がきれいなんですね。歩いてみたかったんですが残念。干潮の時にここが道になります。浮島、いつか行ってみたいですね。あっちは柱島かな。フェリーが見えます。
雪が溜まっています。そしてここに建物があったんですね。今は崩れています。一段下が昔の防波堤でしょう。戻ります。服部屋敷です。猫がいます。こっちにも。新宮島の案内です。